ってすぐに楽屋に戻って携帯を開くとメールが来てて、うんうん、いいね、なんか今日のライブすごいかっこよかったよとかっていうメールをくれるんですよ、うん、いつも、でも細かいことは言ってくれなくって、うんうん、なんかお母さんだからこそ悪かったところも言ってほしいのに、なるほど、かっこよかったよしか、ね、みんしか言えないような細かいことを言ってほしいねんけど、はい、ただ褒めるだけで、しかもお前ちゃんと思ってるか、そうなんですよ、お母さんちゃんと見てるか、なんかどこがかっこよかったとかじゃなくって、うん、全体的に良かったよみたいなことしか言ってくれないので、良かったとこも具体的じゃないねん、はい、もう多分もうそれ文章作ったら、多分最初からピッて終わった瞬間に、はい、もうこれピッコピペ的な定型文で、はい、ライブの後褒める、やだボックスに入ったらやつ、でもそれだったら本当に怖いですね。なあ、うちめっちゃもう細かい、やばいです、もうその日はライブ見に来てくれると迎えに来てくれるんですよ、はいはいはい、でももうその日しか迎えに来てくれないんですよ、うん、他の日は全く迎えに来ない親なので、うん、車の中でこう今日のライブさみたいな話からまず始まるんです、うん、あの曲のあのお前の声の出し方気持ち悪かったもん。どの曲、例えばどの曲、なんかその可愛い曲を歌った時とかに、うん、なんかその何ブリッコしてんねんみたいなこと、そうなんです、お前のその声の出し方誰もいいと思わないからで、それが嘘でしょみたいな、そんなひどかった、ひどかったひどかったって、もう周りが、うん、あ、家族全員がひどいひどいひどいひどかった、キモいとかって、でも千里の家は本当そんな感じしないけど、すごいよね、千里がこう歩いてたりとかすると、もう太ってるからそうなんだよみたいな、そしたらみんなもそうだそうだみたいな、本当すごいデブとか言って、本当そういうそういう感じもう何やったら、ないつまでアイドルみたいなことやってるわけみたいな感じで、あ、本当です、お前アイドルじゃないんだからって、うん、アイドルらしくすんなよ、いや、一応アイドルなんだから可愛い衣装だって着るしとか言って、うん、したら、いや、お前が一番似合ってないって言われて、本当そういう感じです、それお父さん、ママ、いや、ママもパパもすごいですね、うん、しかもパパ音痴のくせに歌のこと言ってくるから、うん、指導してくんの、もう本当うるさいです、自分の歌どうにかすればいいじゃんって言ったら、うん、いや、これはアイドルとしてのお前のこと見てるんだ、かっこいい、もう全然ダメになんないからって言って言ったの、はい、あ、そうすごいな、でもまあライブ来てくれるんでしょ、見てくれるわけでしょ、見てくれるんですけど、うん、あ、今日も説教されんだな、この車の中で、どっちがだ、ライブを厳しめの意見なんでる家、でも厳しめ、厳しめ、どっちがだ、褒めてくれる家、ね、うん、何も言われないです、私何も言われない、何も言われない、放置です、一番辛いな、でも聞いたんですよ、なんで何も言わないのって、うん、みんなの家は言うらしいよって言ったら、うん、なんか自分できないから何も言えないみたいな、あ、謙虚、あ、謙虚、そういう風に言おうかな、うん、言おうかな、まあ、でもやっぱりその厳しめの家は褒めてほしいわけでしょ、でもなんか2回声やるじゃないですか、うん、ハローって基本、はいはいはい、そういう時に1回お昼に見に来てくれた時に、うん、やっぱりのも第三者の声を聞きたいけん、うん、どうやったって聞いたりすると、うん、いい時はまあ、うん、よかったよとか今日可愛かったとかって普通に言ってくれる時もあるけど、うん、基本今日ブサイクとか、うん、あそこの歌下手いとか、うん、もっと踊りちゃんと踊った方がいいと思うよとか、うん、結構基本厳しいんですよ、うん、だけどうわっと思ってレイナもこれはやばいと思って夜行為に響くと思って電話して、え、どこが悪いって言って顔のどこがダメって言って、うん、いや、あそこのあそこがって言われて一生懸命メイク直してとかでオッケーって言ってモチベーション上げてまた夜に行くっていう流れです、あ、でもまあお母さんだけそれで突っ込めるからええやんか、うん、うん、でもなんか、ね、まあ石田ちみたいにちょっと上辺だけじゃないけんいいかなみたいな、うちがあるみたいに言わないでくださいでもなんでやろな、母ちゃんな、言わへんのな、はい、まあ、それもいいか、これ見て言ってくれるようになるかもしれない、いやでもやっぱりその清水のとこじゃないけど、あ、まあ、素人の母ちゃんが何か言うと逆に戸惑わしてもいかんなとかさ、だってもう言うたら、ね、プロデューサーもいたりとか現場のスタッフもおるのに全然違うこと言うたらさ、どっちの言うこと聞いたらいいねみたいになったりとか、確かに、まあ、あるでしょう、確かにこれ見といてほしい、パパとママに見せなきゃね、あ、見せる、見せなきゃ、分かりました、お目殺しもね、まあ今反応があるだけ良いとね、清水ね、うんうん、はい、そうですね、いいことだと思います、うらやましい、だってよ、だ今日チロつけてても多分構ってもらわれへんねんね、そうですね、何もなしです、何もむしろな、唯一おばちゃんぐらいですね、言ってくれるの、あ、おばちゃんが、はい、今日のライブ良かったねとか、あそこのさきちゃん可愛かったよとか、あ、孫はな、ね、おばあちゃんだけ、おばあちゃんだけね、はい、さあ次行ってみましょう、次誰ですか、恥ずかしい、はい、ママが恥ずかしい、いやもううちの家族がもう恥ずかしいんですけど、はいはいはい、まず家に友達